1947年、上村駅造は、旧西軍士官で、戦後旧西軍再建の中心的な役割を果たした人物。1885年に奈良県に生まれる。1906年に旧西軍士官候補生になり、日本の旧西軍士官学校と、ロンドン旧西軍万国士官学校で訓練を受けた。帰国後、関西と東京の小隊長を経て、 南万中隊長と育児、婦人ホームの管理になった。その後、京北連隊長に就任する。その後、1916年には司令官の秘書及び東京中隊長就任する。1925年にロンドン旧西軍参謀士官学校で学ぶ。帰国後は士官学校校長、社会部長、戦場部長、初期長官を歴任する。 1938年に日本旧世軍司令官に就任する。1939年に旧世軍最高会議に出席するためにイギリスに渡る。1940年に旧世軍幹部士官らが東京憲兵隊本部で取り調べを受けた。上村も退任を余儀なくされ、協議にこもった。その後、日本旧世団に組織は改変され、 士官学校校長の渡辺林太郎が団長になり、戦時中の指導者になる。1946年に終戦後に旧政軍が再建されると司令官に再任する。1948年には中将になる。1956年に引退し、1964年まで旧政軍の顧問を務める。1969年に死去する。ありがとうございます。